こんにちは、カイチです。今回もキングダムニューランズやっていきます。皆さんお帰りなさいということで、5つ目の島ですね。早速いきましょう。ここは、過去に何回も挑戦をして、1回成功してクリアして、それ以来やってないかな。なので大丈夫かなっていう感じですね。なんとなくですけど、よく見ると大工さんいないですよね、多分これね。そう、これ前失敗したんですよ。その大工いる前提でいろいろこうやっちゃってたら、いないじゃんみたいな、そういうのはいけないんでね、ちゃんと守っていきましょう。あ、そうだ、メモを準備しないか。んで、ちゃんとこの辺も守っていって、探索行きましょうか。ほい。よいしょ。あー、で、この辺も切っていきましょうか。忙しい、忙しい。ほい。木の密度が高いんですよね。すごい木がいっぱいあって、なんかこう、ちょっと待ってください。とにかくなんかこうプレイヤーに時間をかけるみたいな。よいしょ。走るな、危険ですよ。お、家がある。家、いきなりバリスタばあさんだと非常に助かりますけどね。あ、非常に豊かですね。ああ、もう夕方か。もう行きますよ。そりゃもう行きますよ。よし。走っていきません。キャンプ。キャンプ。キャンプ。あ、違う違う。よいしょ。キャンプ。左から進めた胃が。でもこっから多分切り込めるとこないですよね。多分このままポータルでしょうね。あ、犬だ。犬？まあじゃあ救出しましょうか。ポータルですよね、やっぱり。これパターンになってますね。で、ここ切り込める場所があって、こっからですよ。多分ポータルいくつあるかな。最低3つはありますよね。2つ目。よいしょ。象とかがそろそろあってもいいんじゃないかな。こんなもういっぱいですね。また夜。ああ、来た、新しいのが出ましたよ。戦闘馬。かつここは切り込めると。ここは橋ね。じゃあもう
4つ目の島とそんな大差ないですね。なんか最初にそのこの島をクリアした時は、あの右足と、あ、これも開けちゃおうかな。じいさん、じいさんか。これはいくつ目の家だ。これか。そう、そうそうそう、あの右左右の端っこにキャンプがあったんですよ。めちゃくちゃ難易度が高いんですよ。だからそれと比べると低いかな。え、ちょっと待って、当たってるよ。ワトビックシャー、よいしょ。大工を3人目、これ4人か。よし、よしよし。夜になっちゃうから、あ、ワンちゃんいた。あ、そうか。パンバーさん。パンバーさんね。パンバーさん用にこれも仕上げるか。多分この、カリードたちもいっぱいコイン溜め込んでるから、近く行くと。まずいぞ。あ、そうでもない。出発しようか。切り込めるとこがあって、ポータルね。二連チャン。壁かな？壁だね。よし。現状把握完了。左側にキャンプがあるんで、そこがすごい早めに確保したいんですけど、つまりその壁の内側にキャンプがある状態にしたいんですが、キャンプの隣がポータルっていういつものパターンなんで、それ以上広げることは今のところすぐはできないかなっていうところですね。で、そうか。左も右もちょっとずつ
広げておいて、で早速左側のポータルを1個撃破して、でちょっと広げて、で防御を固め、ちょっとだけ固めて、で基本的には右側を重点的に鍛えておいて、左側のポータルを2つとも撃破するっていう、前と全く同じ作戦でいこうかなと。なんか配置的にもものすごい似てますよね。で、あとは今回初登場の戦闘馬ですね。あれは、1個前の4つ目の島の時からすると、これはすごい活躍する馬なんで、今回も使うと思います。後半になるかな。はい、ということでどっちからいこうかな。今右側にいるから右からにしますね。でも日も沈みそうだから、もっと時間との戦いですよね。おそらく4つ目の島が40日かな、40日ぐらいで冬になったのを考えると、こっちは50日ぐらいかなだと思うんで、ちょっとそれに合わせてね。ばあさん、あ、いたいたいた、もう早速ですよ、早速活躍できるよ。よいしょ、はい、じゃあ右の開発に行きましょうかね。バリスタを考えるとここか。将来的には右、どんどん右に壁をこう立てていくんですけど、それがまあ壊されて、こっちに大軍がドドドドってきて、ここでストップさせて、これでバリスタで大きいやつをちょっと仕留めるっていうような、はい、これリズムゲームです。チャンチャンチャンチャ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 ン、はい、で、これを鍛えて、ちょっと本当鹿さんとね、タッグ組みたいんですよ。鹿さんに鹿を呼んでもらって、私が狩るっていう。どうですか？これぐらい積みますけど。あ、ストップ抜かれた。お金じゃないんですよね、やっぱ。鹿の気持ちをお金で買おうなどと思うなっていう感じなんでしょうね、きっと。にね、ちょっとそういう、ちょっと怒らせちゃいましたね。大丈夫ですか、これで。この装備でいけますかね。あー、頑張って頑張って頑張って、ダメだったらもうお金でなんとかするから。よしよしよし、よくやりました。これ動かしてなかった。ああ違うまあいいや。あ、ここで降りて、あー3になっちゃう。あ、よしよし。あー、そうか、私アンポンタンだな。ここまで育てる必要なかったですね。いきなりもう左壊して、でもうちょっと左に行った方がよかったな。しまった。あ、てかそういう作戦でしたよね。しまったな。よし、出兵させますか。よく開けたら。おー、すごいすごいすごい。ありがとうございます。よし、いってらっしゃい。お腹いっぱいかい？いっぱいだね。よし。で、農地を作ったら農家が4人スタートできるかな。よいしょ、よしよし。もう6人いきなりつぎ込んでもいいですね。あー、いらっしゃい。
順調ですね。ここで今回の収録じゃあ今回の動画はここまでになります。次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。